ストラーダはフィアット社の世界戦略者であるパリオの小型クーペユーティリティである。ブラジルで生産され、ミナスジェライス州のベチンにある工場から EU 諸国へ輸出されている。ストラーダは1996年にブラジルで178計画内の貨物自動車として発売された。この車はウーノ派生の商用車であるフィオリーノを代替するために開発された。 ストラーダの最大積載量は 700kg、荷台の大きさは 1770mmX1314mm、mm、であった。2001年に初めてフェースリフトを施された。この新しいデザインはイタリアの自動車デザイン界の大物ジョルジェット、ジュージアーロの手により新しい顔周りと内装が与えられた。このマーク2で延長キャビンのモデルが追加になった。 フィアットドブラジル社はオフロード車風の外観を持つフィアットストラーダードベンチャーを初めて市場に投入した。新しいマーク3は2004年に発売された。顔周りに手が入れられ内装デザインはパリオから流用された。これにもパリオイークエンダーと同様の特徴を持つモデルのストラーダードベンチャーがあった。欧州市場には比較的近代的な1.9。 JTD ディーゼルエンジンを搭載したモデルが提供された。南アフリカでは 1.2MPIL、1.6MPIL、1.6MPILX と 1.7TDL という4種のモデルが提供されている。フィアットサウスアフリカ社では最近キャビンを30センチメートル延長した X スペースというモデルを導入した。このモデルには標準仕様の X スペースと X ス,スペースアドベンチャーという2種類が設定されている。この X ススペースは双方とも 1.4MPI エンジンを搭載している。欧州市場ではユーロ4規制に合格した出力 85PS の1.3マルチジェット 16V ディーゼルエンジンのみが提供される。2009年末に全く新型のマーク4が同年末に発売されると発表された。社名は 以前のストラーダと同じであったが、ボディを含む大部分の部品は新しくなっている。南アフリカ以外では新型ストラーダは2010年半ばに投入されたが、欧州へは輸出されない。最新のパリオ、シエナシリーズと同様にスタイリングは多くの面でグランデプントの影響を受けている。この第四世代のストラーダはベースモデルのワーキングより充実した。 装備のトレッキング、エアロパーツを取り付けられて、スポーティな外観となった、スポルティング、オフロード走行用にデフロックを備えた、アドベンチャーの4モデルが用意されている。2010年に、フィアットとブラジル社は4名分の座席を備え、ホイールベースが延長された新しいダブルキャブのモデルを追加した。エンジンは、フィアット車製 1.416V ファイアフレックスと 1.86V、エコテック ディーゼルエンジンでは、出力 87PS の 1.316V マルチジェットも採用している。このストラーダは2012年にイタリアと選ばれた欧州うちの数カ国で再度販売が開始される。ありがとうございます。